やっぱり手を振ってみるもんやな。やっぱ海、やっぱ海。いやーすげえ。ゴーゴーゲンストーリーでしょうか。Let's go! Gain story! OK! 2万発出すよ。だってちょっと考えてください。もうまだもう8時ぐらいで、10時間ぐらい打ってるよ。こうなるよ。ずっとカメラの前で打ってた。今日の展開も展開やし。あ、間に合うか、間に合うか、間に合うよ。最後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 、ダメだった、ごめんゲンさん。疲れた。ボタンここにあるよ。ああどうする、もう一回、もう一回、もう一回行く、もう一回行く、 OK、 アンコール。 Go go let's go again story。 ああ楽しいわ、やっぱ出ると楽しいな。何でもそうやけど。最高、ゲンさんありがとう。今日の VIP ゲンさん、 Go let's go ゲンさん、もうエッチ、もうエッチュだから、もう6000発いってるよ。もうちょっとさ、マリンブルーやっと出会ったサマータイム。スイー、オッケーオッケーオッケー。これね、多分次の収録の時にみんな並んで海打って、みんな鍵の穴押してるよね多分ね。ちょっと真似せんといて、マジで俺のオカルトですよ。まあ、俺が作ったわけじゃないよね。続いてね、頑張れよ頑張れよ頑張れよ。はっはっはっ、ヒーハハー、よっしゃ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 、何連してんの今、5連してるよ。あー、まあじゃあ
オッケー。やっぱりね、練習してるときは変えたらあかん。やっぱりずーっと、あ、すまん、ずーっと同じことやるべきですよ。連チャンしてるときは変えたらあかん。同じことやるべき、本当に。なんか下手に変えたら連チャン終わったら一番ショックでしょう。だからずっと同じことやる。Go, go, let's go, Ken Story。7430発。てる。ほほう。やった。炎が出てる。おい、走る。うそー。はい。歌を高く、ワンツー、8900発。なんか変えたら終わってまうからね。ずっと同じことずっとやる。鍵の穴を押したり、ゲンストーリー歌ったり、手振ったり、全部やる。あ、もしかして一緒に歌ってくれるんですか。もう上がっちゃった。上あとね、当たった時は GOGO シーストーリーの曲を GOGO ゲンストーリーで歌おうっていうルールです。何そのルール。オッケー、オッケー。押してるよ、押してるよ。おっしゃ、ほら、やっぱりね。鍵の穴。Go, go, let's go, Ken Story! めっちゃ見られてる。やった！来た！ドキドキワクワク！始まる前に当たんなよ。さあ、見つけれるかな。
あやっぱ落ちたか、あかんか、あーわやっ、ボタンここにある、これみんな真似する絶対、全曲ゲット、やばい、まずい、あれちょっと待ってよ、終わるやんこれ、いけるいけるいける、まいろー、やばい、終わる、間に合って、ここ、レッツゴーケンストーリーセーフ、OK、 危なかった、あれあ危なかったね、今終わるとこやったよ、多分セーフ、このバトンじゃない、こっち、こっち押したら当たる、もう多分僕の右に座る人全員かわいそうですよ、多分やっぱり曲がフルで歌えなかったからダメだった、爆発中、いや終わるやん、爆発中じゃないよ、終わるって、ラストチャンスですよ、 Go Let's Go Game Story、サムが出る、サム、お、え、あ、めっちゃいってる、めっちゃいってる、やっぱ歌えたから救われた、いやー危なかったね、最後のやっぱあの熱く歌ったから多分大丈夫ですよ、ちょっとやめて、やーい、おー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 、終電終電、
today at the summertime Say no to become a God, it's God's story これ勝ちまで持っていけるよ多分違うひょっとしたら結構近づいてるけどまあさすがにこれぐらいゲンさんのおかげでここに来たらちょっと飯でもおごらなあかんなゲンさんにすごいわマジですごいわカーカーレッツカーケンストーリーカーレッツカーケンストーリープッシュしてるよ。プロ。Let's go again story いやー、暇出せるでしょのゲンストーリーが続くよすげえ今のわー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 さすがにそれほどピンチやろなありがとうございます。あ、すいません。あー、さすがに多分やばいかな。押してるよ押してるよ押してるからい
うわー、うそついにパワーがなくなったんかな。あと1回当たれば2万発やけどな。惜しい。ラストチャンス。あ、危なかった。来い来い。くそー。うわー、終わっちゃった。やっぱりね、多分もう使われへんな。すごすぎる。あのね、鍵の穴押せば当たります。これ押せば当たる。さあゴーゴーレッツゴーケンストーリー。スロートこんなに戻って飽きらえがないだろう。どうする、見る、俺は。あ、開いてない、開いてない。これかな。最後バジル締めよう。最後はね、一番出たバジーで締めます。これじゃ、兄様。ドーンっていきましたよ。見てくれてる。万枚までいかなかったけど、8000枚ぐらい出ました。引きなのか。高設定なのか、きっと高設定だと思うんですけど、プラス引きでしょう、多分。まあ残りの30分ほどここで打って終わりたいと思います。
待ちたい待ちたい待ちたい、お疲れ様でした。終わりました。投資総投資が 6万何本 ?7 万ぐらい投資して回収が、スーパー海物語 in 沖縄3 with ゲンで1万9000発出ましたね。半端ない。いいですよ、使って鍵穴を触ったりとか、コピーライトバイトムでぜひ使ってください。いや真剣な話すると、朝一の抽選で1、何本ぐらいですね。でスロット取れることが際どいですよね。あ、じゃあ178ですね。で180台のスロットコーナーがあって、でみんなね偉いっすよ、帰らない。100何番引いても300番引いても帰らない、偉い。なぜなら今日よく分かったのが、スロットコーナー仮に取れなかった場合、パチンコめっちゃ回った。ガロ、僕の大好きなガロ打った人が何人か僕に声かけてきて、ガロ23回転もあるよっつって、空いてないじゃんみたいな、何の誘惑かけてんのみたいな感じでみんな言ってきてくれたんですけど、まあ結局俺はね触らなかったんですけど、海も回ったしルパンめちゃくちゃ出たし、まあ、スロットに関しては今日は間違いなくハーですがすごかった。3台ほど万枚超え、で8000枚クラス以上が何台もあって、でまあ、全体が一番こうドーッと出たのが多分モンスターハンターですね。モンスターハンターが半端なく出まして、あとマクロス、まさかのマクロス、そして化け物語もそこそこ頑張った。あのね、今までの感じだというと、まあ、バジリスク大体全体すごい頑張る感じで、今回なんかちょっと前回と変わったっていうか違う台に入ってたんですよね。だから本当にどこ狙えばいいっていうのはもうやっぱ前日の下見でもしっかりしてたら、やっぱマクロスはね、僕が下見した時に同じ下見した方がいて、マクロス絶対来るって、マクロス来んのって思ってたんですけど、見事来たんですよね。さっきも自慢された、マクロス来たでしょって言われた。いやまあやっぱりね、下見した人たちは有利で、下見できない人が僕のニコ生を見てその情報を入れるかなと思います。でまあ最終的にプラス約500枚ぐらいの大勝利ですよ。こうからこうですよ。とりあえずゲンさんにありがとうございますって伝えたんですけど、返事がないんで、まあ、また返事が多分ね、どういうことかなって思ってるんですけど、まあ配信見たら多分喜んでくれるかな、わかんないけど。でまた来月のノーリミットは、台がね多分配信また変わってると思うんで、またニコ生の方でどう変わったかってみんな確認してほしいと思います。そして今から、結構な人数と飲み会行きます。みんなねどうでしたとか、どこが6だったかなとか、ここすごい出たとかっていうのを熱く語りながらビールを、僕1杯目ね一杯ね、おごりますから。一杯だったら足りないからね、500枚しかわからない。笑いすぎ。じゃあ、みんなね、一緒に一杯ね、飲んで、ゆっくり語りましょう。で、また次回もね、下見の後、そして収録の後も同じく。では、今回のノーリミット終了しました。じゃあ、また飲みに行きます。よいしょ。行きます。お疲れです。